今月3日から24日の日曜日までユープラザ宇多津を会場に宇多津調整120周年をめぐる写真展が開催されています。これは宇多津フォトクラブが主催して行っているもので、宇多津町の歴史や当時の建物の様子を写真を通じて少しでも知ってもらいたいことを目的としています。会場では現在の写真と当時の写真を展示しており、見比べることができます。去年の11月にも宇多津町整120周年をめぐる写真展を開催しましたが、来場者からの好評、また開催期間が短かったことから第2回の開催となりました。宇多津の歴史をもう少し学んでもらいたい。昔はこうだったというのをね、まあ120年ぐらいですからそんなんないですけどね、それを知ってもらいたい。子どもたちにも親と一緒に来て、お父さんの時代はこんなんだったんですよ、おじいさんはこんなんだったんですよというようなね、話ができたら子どもに歴史を伝えられるんじゃないかと思いまして、だからね、今ね、今の写真をたくさん撮っておいてくれと言って皆さんにお願いしています。それをまあ100年後に見てどんなに変わっとるかというのをね、伝えていきたいと思いますね。宇多津町整120周年をめぐる写真展は今月24日の日曜日までユープラザ宇多津を会場に開かれています。現在の写真と見比べながら歴史を学べるとともに、当時の思い出を子どもたちに伝えていける写真展となっています。